ジュンナは日本の歌手、女性、愛知県名古屋市出身。所属事務所はキューブ、所属レーベルはフライングドッグ。幼い頃はカラオケで歌うことが好きで、小学4年生の頃よりボーカルスクールに通い始める。6年生の頃に発表会で初めてステージに立ち、人前で歌う楽しさを知って歌手を目指すようになる。2015年に、 キューブと JVC ケンウッド・ビクター・エンタテインメントと横浜 FM 放送が共催したミューザ・キューブ・オーディション2015ウィズ・ビクター・エンターテインメント・イン・横浜に応募して落選するもそれがきっかけでフライング・ドッグの目に留まり2016年4月放送開始のテレビアニメマクロス・デルタで劇中音楽ユニット・ワルキューレのエースボーカルであるビグも ギンルメールの歌唱を担当し、デビューすることになった。いけない、ボーダーラインのレコーディング時では14歳であり、マクロスシリーズの歌姫としては、史上最年少となる。楽曲のリリースに加え、ワルキューレの声優メンバー4人と共に、ゼップや横浜アリーナでライブを行った。2017年3月、個人名義でのソロデビューを発表し、 同年6月21日にファーストミニアルバム、バイ、ヤー、バイ、をリリースした。8月より、ファーストライブツアーを行い、幕開けの赤坂ブリッツにデイズは即時完売を記録。11月1日にファーストシングル、ヒアをリリースし、主要音楽配信サイト10サイトで、デイリーチャート1位を獲得した。2020年に予定されていた自身最大規模のフォース、ライブツアー。 ジュンナロック U ツアー2020から19歳の誓いは、新型コロナウイルス感染症の流行により前、公演中止となった。20歳の誕生日を迎えた11月2日に、無観客制配信ライブを行い、12月9日に、セカンドアルバム2020 20をリリースした。もともとビグモ役は、他のメンバーと同じく歌と声を、両方とも担当する声優を探していたが、 圧倒的な歌唱力という設定に合致する候補者が見つからず、ビクターの新人開発セクションの紹介で、ジュンナが歌い手として選ばれた。アニメ制作サイドでは、ユニット内で一人だけ声と歌が別になることを懸念していたが、スタジオオーディションでジュンナの生歌を聴き、その歌唱力に圧倒されたという。本人は、マクロステルタのオファーを受けるまで、アニメは、サザエさんや、 ちびまるコちゃんなどのファミリー作品しか知らず、アニメの中で歌が大きく扱われていることに驚いたという。全く知らない世界だったので不安もあったが、母の助言で決心を固めたという。デビュー当時15歳という年齢に見合わない、力強い歌声と大人びた雰囲気の持ち主であるが、ワルキューレのメンバーと会話する時は年相応に、可愛らしく、意外と天然っぽい面もあるという。 3.4歳の頃から英語を学んでおり、高校、大学でも英語を中心に勉強している。オーストラリアやカナダに短期留学した経験がある。英語曲を歌ったり、海外のライブでファンと英語で交流したいと思っている。口癖は、やばい。ライブ本番前にステージ裏で緊張して、やばい、やばい、と繰り返していたことから、 デビューアルバムの表題曲が、バイ、やー、バイ、というタイトルになった。いい意味でも悪い意味でも使われる、やばいに、2倍3倍の、バイをつけた、バイやバイ、という意味合いもある。趣味は、YouTuber の投稿動画を見ること。好きな食べ物は、おつまみ。好きなアーティストや影響を受けたアーティストとして、スーパーフライや生き物がかり、アイコ。 ワンオクロック、三浦大地、ワースターを挙げている。ワルキューレの一員としての出演に関してはワルキューレに掲載。ありがとうございます。